錦織圭、海外の反応、驚くべき評価の違い。男子プロテニス協会 ATP の公式サイトが2016年9月9日までに発表したアンダープレッシャーレーティングプレッシャーに強い選手ランキングで錦織圭26が歴代4位にランクされた。開催中の全米オープン、米国で世界を沸かせる錦織の勝負強さが証明された。アンダープレッシャーレーティングは、ブレークポイントの奪取率、セーブ率、タイブレークの勝率、フルセットの勝率を総合した順位。1位、ノバク・ジョコビッチ、2位、ピート・サンプラス、3位、ラファエル・ナダルに続く4位。錦織はフルセットでの勝率が高く、歴代の名プレイヤーと比較しても非常にメンタルの強い選手だ。ところが米ニューヨーカー紙は9日、悲願の四大大会タイトルを奪取するために錦織が克服しなければならないのがプレッシャーだと指摘している。錦織より勝負強いジョコビッチが1位にいるためで、この大きな壁を乗り越えない限り錦織はビッグタイトルを手にすることはできないのだ。錦織は素晴らしい才能に恵まれ、これまで何度も世界のトップを脅かしてきた。ところが錦織のこれまでの評判はプレッシャーに弱い選手。フルセットの勝率が高いのは、もっと早く勝てる試合を勝ちきれず、フルセットまで行ったケースが少なくなかったからだと伝えている。若手のミロシュ・ラオニッチ、カナダ、ニック・キリオス、オーストラリア、ドミニク・ティエム、オーストリアらの台頭も目覚ましい。ジョコビッチと同世代にいる不運を克服できるかどうかが、錦織の生涯成績を決めることになるだろう。みんなの声、重圧には強いのでは。評価も何も、アジアでは史上最高の選手だろうし、ランキングという結果で恋の選手が弱いわけない。プレッシャーに弱いんじゃなくて、試合数が多くなると体が持たない。全選手の中で2位の66試合出場だから、体力がないわけではないんだけど、もう少し力を出す期間を絞って、そこで爆発できるようにできればいいと思う。今年は五輪もあって、試合が多すぎる上に、キャリアハイペースの試合出場だから、これを数年続ければ、もっと強くなれる。衰えが来ることだけが懸案事項かな。全米は、とても良い出来だった、と思う。でも、やっぱり、課題はサーブ。大事なところでのダブルフォルトが多い。体格差から来る消耗のせいだと思うな。時々メンタル的にガタガタになる時もあるけど、チョコだってエンジンかかるまでもたつく時あるし、完璧と思われるチョコでも、一試合の中で必ずプレーが崩れそうになったり、劣勢になったり、イラついたりする。メンタルを一試合の中でずっと強く保ち続けることは困難。メンタルの強さとは立て直す力や切り替える力だと思う。その点では最終セットで勝ち切る確率が高い錦織のメンタルは強靭であるのは間違いないと思う。フィジカルが弱いだけでしょ。これはアジア人の宿命です。このハンディキャップを技術や戦術で克服しない限り、グランドスラム制覇はありえないでしょうね。でも、ジョコビッチも克服したので、
錦織もきっと克服できると信じています。 GS 勝率が 85% 以上は歴代でもボルグを除けばジョコビッチ、ナダル、フェデラーがトップ3だから、時代が悪いといえば悪いが、肘でブランクもあったし、まだまだ肉体改造計画の道半ば。錦織もワウリンカのように30歳前後が全盛期と見ます。それだけの才能がなければ18歳でツアーで勝ててない